聖帝サウザー、ナント聖剣最強の男、ついに本性を現したか。剣王様、八分通り出来上がっておりますな。聖帝の権威を誇示せんがための聖帝十字領。しかしうまいことを考えたものですが、従順な子供を使うとは。聖帝よ、今のうちに走るがいい。俺はまた帰ってくる。ガキをよこせ。そいつを手土産にすれば聖帝聖騎軍に入れる。やめて、誰か助けて。子供が欲しいのか。やるよ、半分。全部だ。そりゃないぜ。これはもともと俺のもんだぜ。全部だ。この野郎、死ね。他へ。一つ聞きたいことがある。聖帝とは何者だ。聖帝とは、あの世紀末覇者剣王すら戦うのを避けた男。その名はサウザー。この世の真の覇王となられるお方だ。貴様がケンシロウだな。抵抗すれば殺す。なんだ貴様。これはナント聖剣。お前は目が見えぬのか。されど心の目は開いておる。私はナント六聖剣の一人、ナント白露剣の秀。ナント乱れる時、北斗現れ。六星乱れた時から私とお前は戦う運命にあったのだ、ケンシロウ。俺を倒そうという人間には全てこの剣で応えるのならば応えてもらおう。私にはお前の剣に対する恐怖はない。恐怖は気配となり、敵に容易に間合いをつかませてしまう。こんな子供騙しは通用せんか。聖剣に客が。お前が初めて目にする剣法、さあどこまで逃げ延びられるかな。呼び戻すか。死んでレイカ。この世に光を求めた人だが、光は戻らぬ。私を倒さぬことにはな。甘いな。なぜとどめを刺さぬ。ならば聞こう。お前の技にはなぜ殺気がないんだ。やめて。その人は私とバットを助けてくれたのよ。
魔の命を懸けねばあなたの力を知ることができなかった。私はレイの親友、人生の衆。待っていた、ケンシロウ。聖帝を倒せる唯一の男、北斗神拳伝承者を。衆様、またルミンの集団が聖帝軍に襲われています。何？よし、行こう。この男、俺はかつてどこかで。ガキだ、ガキがいるぞ。働ける子供をさらえ、大人はぶち殺せ。聖帝軍はあの岩場にルミンの車を追い込む気だ。岩場に先回りして待ち伏せよう。よし、仲間がガキどもを追い込んでる。奴らに遅れるな。おこぼれをもらうぜ。あれは聖帝軍の別動隊。さては岩場に向かいルミンを攻撃するつもりか。ルミンが岩場に追い込まれては終わりだ。一刻も早く敵を倒し、岩場に向かわねば。岩場に向かうぞ。させんぞ。行け、神を守るのだ。あれは神の反転部隊だ。No!
にありながら聖帝様を裏切った衆か。帰り討ちにしてくれるわ。聖帝は子供ばかりに狙う。純粋な子供の血と汗によってのみ聖帝十字領は聖なる領となるからよ。今より輝こうとする子供たちの未来を奪い去ることは許さん。子供たちの光よ。この男、もしや。幼すぎる。いかに才能があろうとも、なんと十人組手に挑むには。ラオウよ、北斗とナントの他流試合の掟、奴に教えてやろうな。無論だ。小僧が負けた場合、生きてこの場を出ることはかなわぬ。構わぬな。構わぬ。ケンシロウの素質に惚れたか、ラオウ。もしや。最後の10人目はこの私だ。かかってこい。わた！シュウ、とどめを刺せ。他流の敗者がここから生きて出ることはかなわぬ。ありがとう。10人目の相手が。あなたでよかった。この少年は殺させぬ。この少年は誰よりも強く激しく光る可能性を秘めている。シュウ、起きては起きてだぞ。ただで命をくれとは言わぬ。代わりに俺の光をくれてやる。やはりあなたはあの時の。気にすることはない。すべてが運命だったんだ。目が見えぬ代わりに心が開いた。これも人生、未来への希望に生きる宿命。シュウ様、アジトへ帰りましょう。ケン、ごめんなさい。どうしてもついていきたくて。なんと六星剣の崩壊は妖精ユダの野望から始まったが、妖精を動かしたのは聖帝サウザー。
サウザーの星は小星、生まれついての帝王の星。せめてゲリラとなって戦うしか。シュー様、聖帝の食料調達隊から食料を奪ってきました。パパ、おおで食え。待て、それを食べてはいかん。毒が入っている。兵を倒せねば、この悲劇は永遠に繰り返される。サウザーがここに現れると聞いたが。下がれ、位置を上げろ。聖帝様のご視察だ。汚物は消毒だ。土下座しろ、消毒されぜえか。お前は、お前の言うと汚物を消毒すべきだ。助けてください。死にたくない。
サウザーを。聖帝サウザー様がお通りになるぞ。でかくなったな、小僧。お前の行進もここで行き止まりだ。でかい口を聞くようになったな。なぜ構えない。俺の剣、なんと鳳凰剣に構えはない。構えず防御の方、我が剣にあるのはただ制圧前進のみ。前ではお前の動きなど止まってみやろう。それはどうか。お前の剣はすでに見切った。人中局をついて、貴様の命はあと3秒。ケンシロウがサウザーに戦いを挑んだとの方が、ある謎を解かぬことにはケンシロウは勝てぬ。それこそが俺が聖帝との戦いを決しなかった理由なのだ。俺の命があと3秒。面白い。ならば数えてやろう。一つ、二つ、三つ。バカな。確かに飛行ついたはず。ラオウが今日まで俺との戦いを避けていたわけが分かった。俺は帝王、貴様らとは全てが違う。神はこの俺に不死身の肉体までも与えたのだ。おりゃ、確かに剣の勝負には貴様が勝った。剣の速さ、寸分狂わぬ飛行への突き、さすがに伝承者だが、貴様はこの体に流れる帝王の血に負けたのだ。死んだ人間では人柱にならぬ。生きて埋めてこそ聖帝十字寮の魂となる。北斗神拳伝承者を人柱として、南斗聖剣聖帝十字寮はいよいよ光り輝くというもの。